します。できるひとときをひろみボイス。さあ今日から開店、たくさん人来てくれるといいな。早速今日予約してくださった方がいらっしゃって、今年ね必ず流行ると思う。お顔にいろいろといたずらして冷たかったりとかくすぐったかりいろんな感触がきっと皆さんを元気にすると思うんだよな。だから SNS でいろいろと広めていって、喜んでいただけるといいな。よし、このお店が長く続きますようにって願いを込めて今日は一生懸命頑張ろう。まず説明してカウンセリングして電気を消してスタートして、落ち着け落ち着け、大丈夫、私ならできる、私ならできる、大丈夫大丈夫、 I can do it、ひろみと申します。どうぞお座りください。念のため今回ご予約いただいたお名前を教えてください。はい、ありがとうございます。今回はどのようにして当店を知ってくださいましたか？なんと私のインスタ見ててくださってるんですね。ありがとうございます。いつからフォローしてくださってるんですか？ああ、そうなんですね。じゃあもうこのサロンがオープンする前から私の日常を垂れ流してる。ありがとうございます。はい。それで開店することを知って来てくださったっていう感じですね。ありがとうございます。今日はお仕事帰りですか？学校帰りですか？それとも育児や家事を終えられて来てくださった？あ、そうですか、ありがとうございます。はい、今日も本当に一日お疲れ様でした。よく頑張りましたね。はい、ですね、まず当サロンとこちらのお店のコンセプトと今日やることなんかをご説明しまして、その後にですね、ちょっといろいろと確認事項がありますのでお話を聞かせてください。はい、まずですね、当店はですね、お客様のお顔を直接触ったりとかいろいろなものをお顔につけさせていただくことによって、普段使わない感覚っていうのを刺激していきます。お顔をねベタベタ触られたりとかなんかつけられることってほとんどないと思うんですけれども、非日常的なことをすることによっていつも考えてしまうことをちょっと忘れたりとか、新しいこう刺激を受けることによってこう神経がですねちょっとリラックスする効果があったりですとか、いつもと違うですね神経を使うことによってで、とても細胞が、眠っていた細胞が元気になったりとか、とにかく体が活性化するっていうことが言われているんですね。はい、当店は ASMR のような要素もたくさん盛り込んで、かつお顔にたく
くさん刺激を与えることで、自律神経とあなたの本来持っている力というのを整えて呼び起こすというものを目的にしている、まあちょっとエンターテインメントの一つですね。リラクゼーションサロンとは言えないんですけれども、ちょっと五感を楽しんでいただいて非日常を味わう、かつリラックスもできるというリラックス系 ASMR エンターテインメントみたいな形になっております。はい、はい、それでいろいろとですね、今日はお顔に塗っていきたいと思うんですけれども、まあ、塗っていったり拭いていったり貼ったりいろいろねするんですけれども、何かこうお顔にねこうされて嫌なこととか苦手なことっていうのはありますか？そうですよね、そちらはねご安心ください。痛いことは一切しないので、はい。その他ちょっとこういうのは多分苦手だろうなとかあります？そうですよね、お顔にそんなにされることないですもんね。そうしましたら途中でちょっとちょっとやだなとかね、これは苦手だなとか、ちょっとくすぐったすぎるとか、そういうことがあったら都度教えてください。はい、あとはお顔にいろいろされて好きなこととか好きな場所とかありますか？そうですね、お顔の中で、わかりました。目元ですかね、あとお耳もですかね、かしこまりました。はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、一体何が出てくるかわからないというですね、ところもとても刺激的になるかなと思いますので、これ以上の説明はせずに、入っていきたいと思います。はい、ではですね、ぜひリラックスして深呼吸をして、ふーって、まずですね自分に今日も一日よく頑張ったね、お疲れ様って言葉をかけて、いただいて始めていきましょう。はい、よろしくお願いします。そうしましたらまずお首元にですねタオルを置きますね。失礼します。苦しくないですか？はい、ちょっと髪の毛ときますね。失礼します。髪の毛をですね、ピンで留めます。はい、それでは電気をですね、少し暗くしますね。はい、そうしましたら、まずですね、お顔についた少しホコリを取っていきますね。失礼します。取りきれなかったも
ものもあるので、セロハンテープで撮っていきます。じゃあちょっとお顔に貼って撮ってきますね。失礼します。細かいよかれも取っていきます。失礼します。ちょっと目元の方とかがね、ちょっとついてるので、に消毒スプレーをかけます。拭き取りますね。続いて元気が出るように色からパワーを借りたいと思います。絵の具ですね。お好きな色はありますか？はい、わかりました。じゃあ青色ですかね。はい、青色をこちらに出します。出して、もう2色くらい塗りましょうかね。赤色ですね。はい、赤色と赤です。あとは、白ですね。はい、白です。じゃあ薄い色から塗っていきましょうかね。はい、じゃあ白い色から塗っていきますね。白、失礼します。白です。心を真っ白にして、少しね、薄く重ねていきます。真っ白になっちゃいましたね。少しだけ拭き取ります。続いては青いきましょうか。青です。失礼します。青い世界になりましたね。ちょっと拭き取ります。
もう一度塗りましょう。あお、海の中にいるみたいですね。水で落としていきますね。拭き取ります。すごくお顔のこう血色が良くなったような感じがします。続いてはですね、お顔にマニキュアをちょっと塗っていきますね。まずはトップコートです。失礼します。これは表面をツルツルにして色が塗りやすくなるようにしてくれるものです。ちょっとだけ乾かします。次にとても綺麗なピンクベージュですね、色を塗っていきます。失礼します。確認します。乾きましたね。はい。そうしましたら、次にオイルで今塗ったマニキュアを落としていきます。
イルでツルツルになったのでマッサージをしていきますね。ちょっと目元の方からでこも行きますね。次に普段の生活を忘れるように少し箱の中にですね、お顔を入れていただきます。失礼します。そして音にですね、ちゃんと集中をしてみてくださいね。そのままお耳を少しマッサージします。音に集中して耳の感触に集中をしてください。では外します。はい。次にこのモフモフでですね、お顔を撫でますね。オイルで落としていきましょう。
取りますね。では色鉛筆をですね使って少しあなたを描いていきますね。まずはパワーと運気がやってくる黄色であなたの輪郭をなぞりますね。中心の鼻から陶器で穏やかな色をつけていきます。じゃあちょっとお顔がですね乾燥してしまったのでジェルで保湿していきましょう。気持ちがいいと思います。失礼します。最後にアイマスクをお付けしますので、少しですね、目を閉じてお休みください。失礼いたします。でした。